ガブリエル・スローターはアメリカ合衆国の政治家。第7代ケンタッキー州知事を務めたが、ケンタッキー州としては初めて現職知事が亡くなった後を引き継いだものとなった。スローターの一族はガブリエルがまだ大変若い時にバージニア州からケンタッキー州に移ってきていた。ケンタッキー州民兵隊に参加し政治に関わるようになってからも軍務を続けた。 米英戦争のニューオーリンズの戦いにおける功績を衆議会が認知して表彰を受けた。スローターは衆議会議員を10年間務めた後、チャールズ・スコット知事の下で第四大副知事となった。その任期末に米英戦争が始まり、スローターは衆知事選挙に出馬したが、対抗馬は初代の知事であり、著名軍事指導者でもあったアイザック・シェルビーだった。選挙では、 シェルビーが干渉した。その4年後、この時はジョージ・マディソン知事の下で再度副知事に選出された。マディソンが就任から間もなく死亡し、スローターは知事代行になった。知事に就任しようとしたが、シェルビーの義理の息子ジョン・ポープを州務長官にすげ替えようとした時に、大衆の感情が逆風に変わった。ポープは、 ケンタッキー州ではあまり人気がなく、その指名後に衆議会議員の中でスローターに代わる州知事を選ぶための特別選挙を要求するものが現れた。この提案は結局通らなかったが、スローターの知事代行という肩書きは変わらなかった。スローターは知事の任期が明けるとバプテスト在属牧師となり、ジョージタウンカレッジでは初代の評議員を務めた。 スローターは1830年9月19日に死に、一族の墓地に埋葬された。ガブリエル・スローターは1767年12月12日に、バージニア植民地、カルペパー郡で生まれた。父は、ロバート・スローター、母はスザンナだった。軍の公立学校で教育を受け、農夫として働いた。1786年、いとこのサラ・スローターと結婚し、 メアリー・バックナー・スローターとスーザン・ハリソン・スローターという二人の娘が生まれた。スローターの父は1776年にはすでにケンタッキーを訪問しており、1789年にケンタッキーのマーサー軍に高級的に移った。1791年9月、ガブリエル・スローターはバージニアの土地を売却し、家族を連れて父の後を追い、ケンタッキーに移った。 スローターは、その寛大さで知られ、歴シントンに向かう、有料道路沿いのその大きな邸宅には、多くの旅人が泊まることを許したので、旅行者の休息所とあだ名が付けられた。そのような訪問者の中には、後に、ケンタッキー修復知事となるロバート・ビー・マカフィーも、入っていた。しかし、スローターがケンタッキーに来てから間もなく、妻のサラが死に、 スローターは一人で二人の娘の世話をすることになった。1795年、スローターはアイザックシェルビー知事からマーサー軍の治安判事に指名された。同年、マーサー軍地区の税務委員にも指名された。1797年にバージニアに戻って二番目の妻サラ・ホードと結婚した。二人はマーサー軍のスローターの家に戻り、ジョン・ホード、スローター、 フランシス・アン・ホード、スローター、フェリックス・グランディ・スローターの3人の子供を設けた。スローターの生歴は1797年にマーサー軍を代表してケンタッキー州議会議員に選出された時に本格的に始まった。兵役登録委員に指名され議会に委員会の報告書を提出しているのでおそらくその委員長を務めた。 1798年の再選を求めなかったのか、あるいは落選したのかは不明である。いずれにしても議員歴にはこの年に空白があり、その間新しく法人化された、ハロズバーグアカデミーの理事を務めていた。1799年に会議員に再選された。兵役登録委員会に加えて特権及び選挙委員会及び監査官、財務官、 当期間の状態について報告した合同委員会の委員も務めた。記録によれば、1799年11月25日に会員が全体委員会の場となった時に、その議長も務めた。スローターは1800年に会議員に再選され、1801年から1808年には上院議員を務めた。1801年、 ケンタッキー側会社の株を売却する任務を与えられたマーサー軍3人のコミッショナーの一人に選ばれた。この会社はケンタッキー側の川口から南支流の河口まで障害を除去するために認可されていたものだった。1804年、上院の議長だったジョン・コールドウェル副知事の死去に伴い上院議長代行の候補者になった。しかし、トマス・ポージーが議長に当選した。 1807年から1808年、上院命題及び、苦情委員会の議長になった。スローターは1808年に副知事に選出された。候補者は4人おり、その中でスローターは、自転候補者の3倍以上の票を獲得した。チャールズ・スコット知事の下でその4年間の任期の詳細はほとんどはっきりしていない。正確な日付は不明だが、2番目の妻が副知事に、 選ばれる前に死んでいた可能性がある。1811年10月3日、3人目の妻、スコット軍出身のエリザベス・ローズと結婚した。ケンタッキー州憲法の規定により、連続して副知事に就くことができなかったので、1812年には州知事選挙に出馬した。しかし、イングランドとの戦争が差し迫っていた時であり、軍事の英雄であり、 元知事のアイザック・シェルビーが引っ張り出された。シェルビーは大きな人気があったにもかかわらず、スローターは選挙戦からの撤退を拒み、その結果に第1以上の大差で完敗した。その落選後、2年間は公職から退いて、マーサー軍の領地で農業に携わった。スローターは1803年12月24日に、ケンタッキー州民兵隊第5連隊の中佐に、 任官された。1802年に少佐に昇進しており、1803年には大佐になった。1814年、シェルビー知事の呼びかけに応え、アンドリュー・ジャクソン将軍の南西方面軍に志願した。主警局長がスローターの連帯に約束された物資を配給しなかったとき、ミシシッピ川を下っていくためのボートを購入するには、民間の資金を使うしかなかった。 武器にも不足していた。1815年1月4日にニューオーリンズに到着した時、ジャクソン将軍はその公式報告書で10人に1人も武装は足りておらず3人に1人は武器を全く持っていなかったと記していた。ニューオーリンズ市民がスローターの連隊や他のケンタッキー大隊に装備させるだけの武器を供給した。ジャクソン軍は 数で遥かに劣勢ではあったが、戦いに勝利した。スローターの連帯を含め、ケンタッキー州やテネシー州から来た部隊が、イギリス軍の攻撃に耐えた。スローターは後に、衆議会からこの時の功績を認定された。戦い終わった後で、ジャクソンはスローターに、軍法会議を開催するよう依頼してきた。その判決がジャクソンにとって、満足のいくものではなかったので、 ジャクソンはスローターに再検討と判決の逆転を命じた。スローターはこれを断り、私は私の任務が分かっており、それを遂行したと答えた。この判断をジャクソンは尊重し、その後二人の間の尊敬の念を傷つけるようなこともなかった。1816年、スローターは再度副知事に選出された。ジョージ・マディソンが無投票で知事に当選した。 マディソンが1816年10月14日に死亡し、スローターは知事に昇格した。これは、ケンタッキー州知事として初めて在任中に死亡した例であり、スローターが知事を継承することについての正当性を問題にするものが出てきた。マディソン知事の死後、州務長官、チャールズ・スチュワート・トットは、スローターが他のものを シューツトム長官に指名するなら辞任すると申し出た。その手紙は明白な辞表ではなく、スローターが知事としてトットを使うつもりならその地位に止まることをきっぱりと宣言したものだった。しかしスローターはトットに変えて政治的に好ましい元アメリカ、合衆国上院議員ジョン・ポープをシューツトム長官に据えた。この人事がスローターの政暦にとっては逆効果になった。 トッドは2期州知事を務めたシェルビーの義理の息子であり、その人徳で大変人気があった。対照的にポープは、米英戦争への宣戦線復刻に反対票を投じた上院議員として極めて不人気だった。この人事が州内の新聞で国評され、さらに後の州知事、ジェームズ・ターナー・モア・ヘッドなど著名人も問題にした。 さらに州選出上院議員ウィリアム・ティー・バリーの代わりに憎まれている連邦党員のマーティン・ディ・ハーディンを指名することでさらに評判を悪くした。それにもかかわらず、1816年12月に招集された議会はそれらの指名を確認した。しかし、合衆国上院議員の6年任期を全うするものの候補として指名したジョン・アデアは衆議会で否定され、 ジョン・シー・クリッテンデンが選ばれた。1817年1月27日、ジョセフ・ケーベル・ブレッキン・リーチの率いるケンタッキー州会員の一会派がマディソン知事の死去によって生じた空席を埋めるための選挙を要求する法案を提出した。この法案は却下されたが、1817年の議会議員選挙で特別知事選挙を民衆が望んでいることが示された。 ケンタッキー州会員は賛成56票対反対30票で特別選挙を要求する法案を可決したが上院では否決された。それでもスローターは公式の知事という肩書きが与えられず、その任期を通じて副知事あるいは知事代行と呼ばれ続けた。議会はスローターとポープが州財務官について適切な安全保障を要求せず、 就任先生もしなかったことを非難した。スローターの不人気のために、その提案したことの多くはたとえ利点があったとしても、成立しなかった。公立学校の包括的体系を提案し、しかもその考えは、前任知事が提案したことであり、スローターはその資金手当の方法を考案した。しかし、議会の敵対派が、その計画を拒否し、 それぞれの学校は宝くじによって支援されることを認める法案にスローターが拒否権を使った時もこれを覆した。スローターは懲罰体系の改革を提案し、中立図書館の創設など内国改良を推奨した。これらの提案も拒否された。スローターの知事任期は1819年教皇によってさらに複雑になり、その任期の大半を通じて、 集計罪の安定化のために時間を費やした。当時の政治家は二つの派に分かれていた。一つは、債務者に有利な手段を好むものであり、救済等あるいは救済派と呼ばれた。もう一つは、政府の干渉なしに債務が期限通り履行されることを求めていた反、救済等あるいは反救済派と呼ばれた集団だった。1819年12月16日、議会は、 債務の返済を6ヶ月間保留する法を通した。反救済派だったスローターはこの法案に拒否権を使ったが、その年明けの選挙で議会の大多数を占めるようになっていた救済派がその拒否を覆した。翌年2月、議会はさらにリベラルな保留法を通し、債権者が価値の下がったケンタッキー衆議院公権での返済を受け入れる場合に1年間、 債権者が賞金があるいは打艦紙幣での返済を要求する場合に2年間の返済猶予を決めた。これらの議論は新裁判所、旧裁判所論争につながっていった。スローターは州のレベルで危機への対策案について議会と対立した中で国政レベルでは州の権限政策を強く主張した。第二が州国銀行の合憲性について異議申し立てを行い、 また各州は銀行の支店に課税できないとしたアメリカ合衆国最高裁判所の判断にも異議を挟んだ。スローターは州知事の任期が明けた後の1821年に州上院に復帰しようとしたが失敗し、1823年に州会議員には当選して一期を務めた。この時期にも教育を改良する手段を支持し続けた。州内の老和社学校に 連邦政府の援助を求める法案に賛成し、州の学習の神学校のために保留された課料を州財務省に振り分けることには反対した。トランシルベニア大学に振り分けられた州予算を調査する合同委員会の委員にも指名された。スローターは西歴を重ねるのと同じ時期に教会でも指導的役割を果たしていた。 イングランド国教会の伝統の中で生まれていたが、間もなく、小2欄でバプテストと関わるようになった。この会派から様々な宗教協会への伝道者を務め、それが30年以上も続いた。そのような教会の一つが南部地区協会だった。スローターは1808年と1809年にその教会の年次総会で事務官を務めた。 さらにその後の9年間は総会議長を務めた。1813年ケンタッキー聖書協会の設立に貢献した。会員議員の任期が明けると、政界から引退し、バプテストの活動的な在属牧師となった。1829年、ジョージタウンにあるバプテストのカレッジ、ジョージタウンカレッジでは、初代の評議員に指名された。 スローターは1830年9月19日に死に、マーサー軍にある一族の墓地に埋葬された。ありがとうございます。